山下書記局長の方から紹介と合わせて国会情勢報告激励ご挨拶をいただきたいと思います。よろしくお願いします。国民大運動実行委員会構成団体の皆さん、こんにちは。もう先ほどずらっと並ばせていただいた衆議院議員団、そして参議院議員団合わせて32名の議員団となりました。ありがとうございます。参議院議員団も紹介させていただきます。こちらから井上聡国会参議院国会対策委員長です。辰巳幸太郎議員です。平義子議員です。倉林明子議員です。上智子議員です。二比総平議員です。二比さんのこの雄たけびが響き渡ると国会が開会されたということになっております。私の方から少し時間いただいて、今国会何が焦点があるのか、ご報告したいと思います。まず冒頭、イスラム国による人質基地事件について一言申し上げたいと思います。ご存知の通り、人質とされていた湯川春菜さんが殺害されたと見られる写真がインターネット上で、投稿されました。このような残虐非道な蛮行は絶対に許されるものではありません。後藤健二さんをですね、速やかに解放すること、私どもとしても強く要求したいと思います。そして日本政府が人命最優先で人質解放のためにあらゆる可能性条件を追求して全力を挙げることを求めたいと思っております。さて、先ほども言いましたように、先の総選挙で私たちは32名の議員団、衆議院14名新しい議員が生まれまして、21名、参議院11名、合計32名なんですけれども、この先の総選挙ではですね、私たちは安倍政権の暴走ストップ、日本の政治の5つの転換を訴えて戦いました。5つの転換というのは、すなわち消費税に頼らない別の道、そして暮らし第一の経済再生、3つ目に憲法9条を生かした平和外交、そして4つ目に原発ゼロの日本、5つ目が基地のない平和で、平和な沖縄をと、この5つの転換を私たち掲げたんですが、これらはすべて国民大運動実行委員会の皆さんが掲げておられた要求であり、戦いの旗印ではないでしょうか。ですから私たち日本共産党の勝利躍進というのは皆さんの戦いの勝利でもある、そのことにお互いに確信を持とうではございませんか。いよいよ総選挙後、私たちにとっては躍進後初めての本格的な論戦の舞台となる通常国会が始まります。皆さんと力を合わせてですね、共産党を伸ばしただけのことはある、今度はもっと伸ばしたいと思っていただけるように、皆さんと力を合わせて奮闘したいと思っております。この国会を展望しますと、先ほど述べた暴走ストップ5つの転換、これがそのまま全て本国会の大争点になります。同時にですね、国会というところは暴走の形がですね、まず一つは来年度の政府予算案という形で現れる、そしてもう一つはさまざまな法案という形で現れる。この予算案と法案という形で安倍政権の暴走との全面的な戦い、これがこれから展開されます。まず予算案ですけども、昨日 NHK の党首インタビューで我が党の新長は三悪予算だと、三つ悪い点があると述べました。第一はですね、社会保障のためといって消費税大増税を押し付けながら、介護、年金、医療、生活保護など、手当たり次第の社会保障切り捨てを進めようとしているということであります。例えば介護の問題ですと、介護報酬の 2.27% 引き下げ、これは史上最大の引き下げを押し付けようとしております。介護の現場はご存知の通り、今でも低賃金で、人手不足になっております。特養ホームの3割は赤字で経営が大変です。こんな時に介護報酬こんなに大幅にカットしたら、もうこれは職員や施設だけの問題ではない、介護難民がますます広がることは
火を見るよりも明らかですから、この社会保障の自然像まで正義なく手をつけるというやり方にストップをかけて、社会保障の充実での転換を掲げて頑張りたいと思います。第2はですね、その一方で財政再建と言いながら285兆円もの内部留保を抱えている大企業に2年間で1兆6000億円もの大減税をばらまこうとしている点であります。いくら大企業に減税してもですね、それが賃上げにはならない、雇用の拡大にはならないということは、もうこの間の内部留保が積み上がるばっかりだったということが証明しておりますから、まあ、そんなところに減税する余裕がある、お金があるんだったら福祉と暮らしを良くするために使えと声を上げていこうではありませんか。第3にですね、3年連続で軍事費を増額し、史上最大の約5兆円もの軍事費になっているということであります。その中身もオスプレイや水陸両用車を買い入れるなど、まさに自衛隊が海外で戦争する自衛隊に変質させられる重大な内容となっております。そして沖縄に民意を踏みつけにして新基地を建設するための予算が80倍に増額されているということも重大であります。こうしてですね、社会保障の切り捨て、大企業優遇、大軍拡推進、三額予算となっておりますので、日本共産党としては問題点を徹底的に追及するとともに、国民の立場に立った予算の抜本的な組み替えを提起して戦いたいと思っております。法案という点では、今度の国会には暮らしの分野、平和の分野、それぞれ重大な対決法案が出されることになっております。まず暮らしの分野では、安倍政権が改革断行国会だと、安倍首相が岩盤規制を打破する、自分がドリルになって岩盤を打ち砕くんだとこう言っておりますけれども、具体的には雇用問題、農協問題、そして医療問題などで一連の法案が出されようとしております。これらによって壊される岩盤とは何か、国民の暮らしを守ってきた岩盤が壊されようとしているんじゃないでしょうか。例えば雇用改革と称して提出されようとしているのは、先ほど小田川さんからお話のあった過労死を促進する残業代ゼロ法案です。もう一つは生涯派遣、正社員ゼロに道を開く労働者派遣法の大改悪法案です。こんなことをやったら、もういくら口で賃上げ賃上げと言っても、賃下げ社会を政府が主導することに他なりませんから、この雇用破壊の2つの悪法を葬って、人間らしく働ける雇用のルールを作れという対案を提起して頑張りたいと思います。農協改革と称して提出しようとされている法案も重大であります。もう一番の狙いはですね、JA 全中の皆さんが TPP 反対の運動の要として、共同の架け橋として頑張っておられることが、もう邪魔で邪魔で仕方がない。ですから安倍政権は農協の解体、これを狙って、そして TPP を進めるためにですね、農協解体法案ともいえる農協、まあ、かっこつき改革法案を出そうとしております。こういう動きには断固反対貫いて頑張りたいと思います。さらに医療改革と称して、これはもう老いも若きも大負担増の改悪が企まれております。国民健康保険の都道府県単位化が図られようとしております。まあ、歯止めない保険料の値上げが進められることになりますし、それから保険外医療の野放図な拡大につながる改悪も進められようとしております。これはですね、世界一の長寿国を支えてきた国民皆保険制度を解体する、まあ、そういう攻撃ではないでしょうか。これも国民への攻撃ですから、ストップをかけたいと思います。岩盤として破壊しようとしているのは、どれも国民の命と暮らしを守る岩盤であり、安倍さんのドリルの刃先には国民の命と暮らしが突きつけられようとしている。その立場に立って、この岩盤規制破壊なるものに皆さんと一緒に岩盤のようになって立ちはだかって頑張りたいと思っております。もう一つ、
本国会の最大の対決法案となるのが集団的自衛権行使容認の閣議決定を具体化する法案であります。この集団的自衛権行使容認の現実的な危険がどこにあるか、この間の国会論戦ではアフガン戦争やイラク戦争のような戦争をアメリカが起こした際に自衛隊がこれまでの戦闘地域は行かないというこの歯止めを取っ払って戦闘地域まで行って軍事活動を行う、米軍と自衛隊が一体になって肩を並べて戦争する、海外で戦争する国づくりに他ならないということは明らかになりました。昨日の NHK の党首討論で安倍総理は問われてですね、イスラム国に対する米国主導の有志連合による軍事行動への支援について政策判断として当面はやらない、しかし憲法上は可能だというのが我々の考えだとはっきり述べました。これはイスラム国に対する米軍の空爆への支援も憲法上は可能だという重大な表明であります。もういよいよ海外で戦争する、米軍と肩を並べて戦争する国づくりというのが狙いだということが明らかになりました。安倍政権はこの閣議決定を具体化する法案を5月の連休明けにも提出し、会期が6月の途中ですけれども延長してでもですね、大幅にこれを強行しようという構えであります。ぜひ皆さんと一緒にですね、憲法違反の閣議決定の撤回、この閣議決定の具体化は絶対に許さない、この一点で国会内での最大限の共闘を私たちは追求しますけれども、国会内の戦いだけではなくて国民的大闘争を起こしてこの憲法違反の企てをストップさせるためにお互いに頑張ろうではございませんか。法案をめぐる戦いは悪法を阻止するというだけではありません。私たちは躍進をさせていただいた結果、衆参ともに議案提案権を手にすることができました。ありがとうございます。ものすごい今期待が強まっておりまして、共産党の本部にですね、さまざまな電話やメールが寄せられますけども、その多くはですね、こういう法案を出してくれっていう、中には10項目ぐらいリストにして提案してくれる方もあるんです。ぜひですね、皆さんの願いを法案の形で提起して現実政治を動かす仕事に新たな意欲で取り組みたいと思っております。でまずご報告ですが、本日朝一番政党助成金廃止法案を衆議院に提案したことを報告したいと思います。すでに衆議院の各会派各党の皆さんにもこの法案をお届けして、ぜひ真剣な検討を求めますということをお申し入れいたしました。いかにこの制度が国民の思想信条の自由を侵害する憲法違反の本質を持つものか、そしてこの制度がいかに政治と政党を堕落腐敗するそういう役割を果たしているのかということを国会でも大いに論戦いたしますし、政党助成金制度廃止の署名運動などもですね、提起して頑張りたいと思っております。それから議案提案権を生かした活動という点では、これまで参議院にブラック企業規制法案を提出してきたことが、すでに厚生労働省を動かして、実態調査であるとか違法な企業の是正だとかそういうこととして力を発揮しておりますけれども、さらにですね、新たに厚生労働省は若者の使い捨てが疑われるブラック企業の求人をハローワークでは受理しないという方向を決めて、この国会に法案を提出するという動きになっております。これ自体私たちと皆さんの戦いの重要な成果だと思いますが、ですから私たちが法案出したらですね、結構まねっこすると言いますか、こうその中身を取ってですね、具体化するということももう実際起こってるわけです。ですからこれまでと同じ法案をまたブラック企業規制法案出すわけにいきませんので、そういう政府の動きも睨みながらですね、今度はよりブラック企業規制法案を充実発展させた形で適切な時期に提出したいと思っております。議案提案権、皆さんからいただいた大事な権利ですので、効果的に発揮をして活用して
現実政治動かすために頑張りたいと思いますので、国民大運動実行委員会のそれぞれの組織の皆さんこそ切実な要求戦いの宝庫ですから、どうか皆さんからこういう法案を、こういう要求をぜひ国会で取り上げてほしい、法案という形になるんだったら検討してほしいということもですね、大いに提案いただいて、ご一緒にこの宝をですね生かしていけるように頑張ろうではありませんか。よろしくお願いいたします。さて今国会もう一つ重大なテーマは、やはり戦後70年節目の年だということです。この点でも論戦は非常に重要になっていると思います。昨日 NHK の党首インタビューで安倍総理がこの点でも重大な発言をいたしました。8月に戦後70年の談話を発表するという方針ですが、この談話の中身どうするんですかと NHK の司会者の方に問われて、総理はですね、村山談話の革新的部分、すなわち植民地支配と侵略への痛切な反省と心からのお詫びというキーワードを引き継ぐのかと司会者に問われて、最後まで引き継ぐとは言いませんでした。それどころかキーワードを同じように使うことではないのかとの問いに、そういうことではない、もうキーワード使わないということを宣言したわけであります。これは村山談話の一番の革新的な部分を曖昧にして後退させていくという宣言であり、極めて重大です。私たちは今日の国会議員団総会で委員長がこの点厳しく指摘して、そんな談話を出すことは百害あって一利なし、そんな談話だったら出さない方がいいということを厳しく追及いたしました。世論と運動でこんな談話は出すなということを述べていきたいと思っております。で、私たちは厳しく指摘するとともにですね、やっぱりこの逆流を止めるとともに戦後70年にふさわしい新しい一歩踏み出すべきだということも国会論戦で大いに提案したいと思っております。この間中央委員会総会を開きまして、この戦後70年歴史認識の問題では、アジアとの友好と和解に向けた5つの基本姿勢を日本の政治が取るべきだと提案いたしました。第1は村山談話、河野談話の革新的な部分をしっかり継承して、それにふさわしい行動を取るべきだ。第2に日本軍慰安婦問題については、被害者の方々の人間としての尊厳が回復される解決を図るべきだ。第3に首相や閣僚は靖国神社参拝をやらないという政治のルールを確立すべきだ。そして第4に人種差別を煽るヘイトスピーチを根絶するために法整備も含め断固たる立場に政治が立つべきだ。そして第5に過去の誤りへの反省の立場を学校の教科書にしっかり反映させる努力を尽くすべきだ。この5つの戦後70年というんだったら、こうやってこそアジア諸国との和解と友好が前進する、これ一人日本共産党だけの立場ではない、政治がこの立場に立とうじゃないかということを大いに国会でも提案していきたいと思っております。どの分野でも安倍政権との暴走との戦い、国民運動が激突する正念場となる国会になることは間違いありません。私たちも躍進した地方を十分に生かして、論戦でも戦いでも国民との共同でも新たな次元で奮闘する決意であります。安倍政権打倒、国民が主人公の新しい政治への転換に大きく踏み出した国会だったと翻って言えるように、お互いに頑張ろうではないかということを心から訴えまして、国会からの報告連帯の挨拶とさせていただきます。共に頑張りましょう。ありがとうございました。力強いご挨拶ありがとうございました。